摂生屋の鬼火、山本周五郎、教法至る。東京理科大学生の杉原厚夫は、北海道の奥地にある故郷の妹から、母シス父既得支給切れ、支給を要す。という意味の伝報を受け取った。何だいこれは、厚生は訳がわからぬという顔で呟いた。母さんが死んで父さんが既得だって、また地育のいたずらじゃないのか。 春の休暇で帰省した時には父親こそ数年来の病床にあったが、妹の千代子も母親も揃ってピンピンしていたし、他に何も変わったことが起こりそうな状態は見当らなかった。しかしまさか母シスなんてことが冗談に言えるもんじゃない、ことによると何か返事でも起こったのかもしれない。とにかく行ってみよう。厚尾はすぐ出立の支度をした。支給ということなので、 朝の旅客機で旭川まで飛び、そこから青沼線の京弁鉄道に乗り込んだのが、7月初めの雨も良いの午後1時であった。故郷の杉の原村は旭川から東北へ緑ほど入った壁地で、まるで馬車に毛の生えたような京弁鉄道が一本通っているきり、全く文明からかけ離れた山間にあった。駅へ着いたのが午後7時過ぎ、伝統がなくて石油ランプのつってある、 およそ時代離れの下駅の建物を出ると、横手のところにジーやの平蔵が馬車で迎えに来ていた。えらく早いお月出がすな。旭川まで旅客機で来たからね。旅客機、飛行機だよ。そんな危ねえものにおのんなすって。まあいい、出かけよう。厚尾は馬車へ乗った。馬車はまだ灰色の残傷のある道を荒地の方へ向かってガタガタと走り出した。 一体何事が起こったんだ、爺や。恐ろしいことが始まっただぞ若旦那様。奥様は非業にお亡くなり遊ばすし、大旦那様もご容体が危ねえだ。村の者の中にも人死にがあるだよ。訳を話してくれ、訳を。殺生谷の鬼火がたたり出しただ、ご両分うちの者みんな生ききたそらねえで出すよ。平蔵の話を簡単に聞そう。この老人が。 五両分内、と言っているのは、杉野原下で持っている広大な土地を指すのである。それは北見と石狩の国境に近く、二つの険しい山海に囲まれた平原で、湿地や小宅の多い、つぶての洗い出されたひどい鉱物に取り巻かれていた。その土地の、つまり杉野原村の一里ほど北へ離れたところに、俗に、摂昌やと呼ばれる沢地がある。 背を没するような足の生えた泥深い沼と、陰子な植物の繁殖した湿地とでなり、見るからにものすごい場所であるが、その上そこには昔から恐ろしい伝説があった。それはこうである。杉野原家は元仙台の伊達家の家臣であったが、今からおよそ250年ほど以前に、江戸地開拓のため藩から選ばれておしまし、間もなく同行の者たちの多くが引き上げた後も、 杉の原家だけはとどまってついに土着し、今日に至ったのである。その開拓時代に、彼らは今日中を示さない土人たちを、百万二百三十人集めて斬殺し、その死体を霊の沼地へ投げ込んだという。殺生屋と呼ばれるのはそのためで、それ以来そこには殺された土人たちの怨霊がこもって、青い鬼火が燃えたり、幽霊の叫びが聞こえたり、 色々いろいろと奇怪なことが起こるのであった。以上は古くから公妃に残った伝説である、しかし鬼火の燃えるのは事実だし、道に迷って踏み込んだものが、摂生屋の泥深い底なし沼へはまり込んで、惨めな死を遂げることも少なくはない。村の人たちはこれを、摂生屋の怨霊が人を引き込むのだ。と言って、子供でも恐れて近寄らない。 ところがちょうど一月ほど前のことであった。杉野原家の小作人の一人が、畑仕事に遅れて夜になってから戻る途中、摂生屋の近くで恐ろしく大きな鬼火にあった。それは奇妙な獣のような形をした青白い火の玉で、夕闇の中をまっすぐに飛んできてその男の目の前でピタリと止まり、ぐるぐると二十三度待ったかと思うと、矢のように摂生谷の肩へ飛び去っていた。 その小作人は夢中で村へ逃げ帰ったが、その夜のうちにわけのわからぬ高熱を出して、一晩中狂ったように。鬼火が俺を引いていく、鬼火が俺を摂生屋へ引いていく。と叫んでいたが、ついにそれから三日目に死んでしまった。そんなことがあってから間もなく、人々は夜になると摂生谷の方から、うなるような、 叫ぶような、気味の悪い声が聞こえてくるのに気づいた。それは人間の声ともつかず獣の声ともつかず、ある時はかすかにあるじは鋭く、高く。聞いていると骨の髄からゾッとするような恐ろしい声だった。ああ、摂生屋の底から土人の音量が呼んでいるんだ。人々は恐怖におののきながら囁き交わした。ちぎれた袖。 ところが今から5日前のことで出す。平蔵老人は続けた。杉野原家の原かの咲く男で五兵というのが、使いを命ぜられて西の家へ行った。西の家とは、厚生の父の弟で、厚男たちには叔父にあたる源氏の住まいである。杉の原源氏は極めて人嫌いな偏屈人で、兄の宗太郎とも仲が悪く、村の西外れに飛び離れた一軒家を建て、 兄からの仕送りで今なお妻も目とらずに暮らしていた。アイラは西の家で用を足し、それからもう一軒小作人の家を訪ねたので、人に着いたのはとっぷり暮れてからだった。何しろ途中殺傷屋の近くを通らなければならぬので、彼はもう足も地につかぬ気持ちで急いだ。そしてようやくそこを通り抜けてやれやれと思った途端に、右手の闇の中から突然、 ああ、助けて外事。という女の悲鳴が聞こえてきた。アイラは息も止まるほど驚いたが、それでも必死の言うを起こして声のする方へ近寄っていった。すると、天才畑の向かうのところを、一人の婦人が三ら髪になって目をつり上げ、まるで見えぬ手で引きずられるように、よろよろと殺生谷の方へよろめいていくのが見えた。しかもその婦人の周囲を、青白い大きな、 獣のような形をした火の玉が、くるくると恐ろしい速さで舞い狂っているのである。鬼火が人を殺生屋へ引いていく。アイラはそう思いながら、歯の根も合わず見守っていたが、やがて自分の危険に気づくと夢中でそこを逃げ出してしまった。その婦人が奥様でごぜいました。平蔵老人は身震いをしながら言った。 わしらはすぐに咲く男や小作人たちを集めて駆けつけましただが。ダメでがした。摂生屋の入り口のところで、木枝に引きかかっていた奥様の着物の袖を見つけたのがせめて物事、今日までまだ死骸も上がりましねえだ。じいや、僕には信じられないよ。誰に信じられますべえ。だが事実はどうにもなりやせん。大旦那様はそれ以来ぐっと病気が思って、 老人は言葉を切って言った。さあ、お屋敷へ着きましたぞ、若旦那様。そして馬車は、ガラガラと石畳を鳴らしながら杉の原家の門の中へ入っていった。馬車の音を聞きつけたのであろう。玄関には妹の千代子が、目を泣き晴らした哀れな姿で出迎えていて、厚尾が入っていくなり。お兄様、と泣きながらすがりついた。大変なことになったね。 さぞびっくりしたろう。だが十八にもなってそうなくなよちいこう。とにかくお父様に会おう。今お眠ってらっしゃるの。そうか、それじゃあ大きになるまで君と少し話をしようか。あつはわざと元気を装いながら、洋館の広間へ妹と一緒に入っていった。普段あんなに陽気で、罪のないいたずらをしては家中のものを笑わせていたちよ子が、 恐ろしい出来事のためにすっかり怯え、美しい瞳は絶えず襲われているように落ち着かなかった。平蔵老人の話を聞いただけでは多少まだ疑わしく思っていた厚尾も、この妹の哀れな変わりようを見ては奇怪な事件の真実さを認めずにはいられなくなった。厚尾は妹からも話を聞いた、そして平蔵老人の語るところと違いはないのを確かめた。土人の怨霊。 奇怪な梅木、青白い大きな鬼火。まるで中世紀の伝説だ。その伝説のような現象が、実際に人を殺す。しかも僕たちの母さんを殺した。考えられない。実に考えられない怪事件だ。でもお兄様、あの殺生屋の怨霊の声を聞けば、信じられないことも信じられるわ。チーコーもそれを聞いたのか。聞いたは、二度も三度も。 お兄様だって今にお聞きになるわ。そう言って千代子は身震いした。父の宗太郎はよく眠っていて起きそうもなかったので、厚尾は旅の疲れもあり、寂しがる妹と一緒の部屋で早くからベッドへ入った。寝苦しい一晩だった。とろとろとしたかと思うとすぐに、何ともえたいの知れぬ悪夢に襲われてはっと目が覚める。そうすると今度はなかなか寝疲れず、 雪蝶屋の鬼火が今にもそこへ現れるような気がしたり、怨霊の埋めきが聞こえるように思ったりして、窓がほのぼのと知らんでくるまで、ついに厚つは満足に眠らずにしまった。古き呪い、夜が明けると雨だった。軽く朝飯を済ましてから、厚つは妹と一緒に父の病室へ入っていった。父の顔には見るも痛ましい苦悩が刻みつけられていた。 医者からあまり話をしないようにと注意されていたので、簡単に挨拶だけして下がろうとすると、父は不意に鋭い目をして。あつお、言っておくが、お前はすぐ東京へお帰り、千代子も連れて行くんだ。そんなことは父さんが治ってから。いや、いかん。父はあつおの言葉を遮って。今度の事件はゼカラが本筋だ。母さんが第一。二番目は父さんだ。 そしてここにいる限りお前も千代子も同じ運命に死ななければならぬ。どうも、僕には納得がゆかないですが。話してやろう。お前は摂政屋の伝説を知っているだろう。杉野原家の先祖がここへ入り込んだ当時、百育十人かの土人を殺してあの底なし沼へ投げ込んだという。事件の元はあれなのだ。つまり土人の怨霊ですね。 そうだ、多くの土人の怨霊が凝って鬼火となり、杉の原家の人間を取り殺そうとしているのだ。しかもそれは今度が初めてではない、70年目ごとに繰り返されていることが分かったのだ。厚尾はこの新しい事実に驚いた。では以前にもあったのですか。第1回は法栄7年、第2回は安永学年、第3回は開栄3年。 三回とも恐ろしい鬼火が現れてほとんど一家全部を殺政やへ引っ込めんでしまった。わずかによそへ出ていた者がその難を免れて家を継いだのだ。今度はその第四回目に当たるのだ。どうしてそれが分かったのですか。西の源氏が土蔵の中から探し出した古い記録に詳しく記してある。読んでごらん。そう言って父は、 枕元にあった一冊の古ぼけた記録を取って渡した。東京へ帰るという問題から逃げるために、厚尾は少しその記録を調べるからと言って病室を辞し、洋館へ入ってテーブルの上へその子冊子を広げた。土佐の小好紙を二枚に折った十枚閉じのもので、ひどく古色が出ているが虫食いの跡はない。よほど保存が良かったと見えて、墨色の汗も少なく、 陸長風の達筆で、摂生屋の鬼火についての記録、という題名の本に、恐ろしい呪いの事実が詳しく書きしたためてあった。それは父の話した通り、実に戦立すべき記録なのだ。わからん、頭が混乱するばかりだ。夕べよく眠っていないせいかもしれない。お昼寝をなさいよ。千代子がいたわるように言っ あたし、吉井村のお友達の家まで行ってくるから、その間お兄様もお休みになるといいわ。お友達の家で何かあるのかいええ、お友達のお姉様に赤ちゃんが生まれたのよ。それでお祝いを持って行かなくちゃならないの、夕方までには帰るわ。じゃあ僕は昼寝をするとしよう。そう言って厚つは寝椅子へ横になり、 手に持った記録の冊子を光を避けるために顔の上へ伏せて目を閉じた。一晩ほとんど眠っていないので、厚王はそのままぐっすり熟睡した。女中が昼飯を知らせに来たのも知らず、午後3時近くまで眠って、ふと目が覚めたので起き上がろうと、顔の上の冊子を取ろうとした時、何を見つけたか。おや。と低くつぶやいた。目の前にある冊子の紙が、 窓から来る光のために空いて見える。その髪の端のところに、紙へすき込んだ文字がありありと見えたのだ。変だぞ。これは、厚尾はがばと起き上がった。そして記録の紙を一枚一枚、光に透かして丁寧に見ていたが、急にそれを投げ出して立ち上がった。ますますわからなくなった。嫌そうじゃない。秘密の鍵を見つけたのだ。待て。 考えなくちゃならんぞ、ぜがもし厚尾は立ち止まった。眉の間に深いシワが畳まれている。やがて何か重大なことを考えついたらしい。こくりと一つうなずくと、足早に土蔵の中へ入っていったが、まもなく一丁の猟銃とケースを持ち出してきた。その猟銃は父の愛用品で、イギリスからわざわざ取り寄せたに連重心の成功なものだった。 厚尾はそれに玉を装填すると、女中を呼んで食事を命じ、手早く済ませて雨防止と街灯を着込み、ちょっとその辺を歩いてくるから、と言い置いて言いよう出た。雨はまだ降りしきっていた。森も畑の作物も荒れ地の草も、ぐっと気温の下った雨に濡れて身震いしているように思われた。厚尾は街灯の襟を立てて雨防止の日差しを深く引き下げし、 銃を右の小脇に抱えて街道へ出ると、高地の間をまっすぐに北へ向かって歩き出した。マイナス40分ばかり行くと道は二つに分かれる。それを右にとってさらに30分ばかり、ひどいぬかるみの道を進むとやがて、右側が緩い斜面の丘になり、左手に干木の茂みが広がっている場所へ出た。厚尾はその干木の中へ入っていた。 進むに従って地盤が柔らかくなり、ともすると長靴をズブリと踏み込んでしまう。そしていつか干木を抜けて足の生えた湿りへ出たと思うと、急に目の前へ摂生屋の底なし沼が姿を現した。黄色い子、厚尾は摂生屋の周囲を2時間余りも歩き回った。ネズミ色の雨空、濡れた足、ぬるぬると粘菌類や影な植物の繁殖した沼地。 それは奇怪な鬼火の伝説がなくとも、実に不気味な、陰残な光景だった。この沼の底に百余人の土人の死体が沈んでいるのだ。その他にも鬼火に誘われた幾多の人が。そして母さんの死体もあるのだ。呪われた沼よ。厚尾はブルッと身震いをした。とその時である。足の葉になる雨の音より他に、何の音もしない高量たる殺生屋のどこかで。 うるるるるる、ルルルルルーというような奇妙なうめき声が起こった。あ、音量の声だ。厚尾はとっさにそう思った。彼はつま先から氷のような恐怖が這いのぼるのを感じて、思わず猟銃を取り直した。うめき声はすぐ続いて起こった。うるるるる、空空ーー。それは明らかに沼の中から聞こえてくるのだ。変に陰気な。 本当に音量がなくと言いたいような声である。厚尾は領事をしっ上げて、ブイと沼の肩へ狙いをつけた。と、それとほとんど同時に、背後からざわざわと物の気配がした。何か来る。そう気づいて、厚尾は素早く足の茂みへしゃがみ込んだ。この恐ろしい殺生屋へ、しかもこんな雨の降る黄昏時に来るのは何者だろう。 息を殺しているとやがて、高い足の間からぬっと黒い街灯が現れた。それは旧式の頭巾付きのもので、頭からすっぽりかぶっているため、顔も体つきもまるでわからない。男はぴたりと足を止めて、しばらくあたりの様子をうかがっていたが、厚尾の前を通って奥の方へ去った。クーンクーンウルルルル。例の声は急に高くなった。 厚尾は悟られぬように注意しながら、足の隙間越しに伸び上がってみた。すると黒い街灯の男は、沼の右手にある裸岩の影へすっと隠れてしまった。あんなところで何をするんだろう。そう思いながら待っていた、長い時間だった。雨の日の暮れやすい空は、いつかもうどす黒い夕闇がのしかかって、沼の水ばかりが耳色に光っていた。 およそ1時間も経ったかと思われる頃、突然ざわざわと男の戻ってくる気配がしたので、厚尾は再び足の茂みへ身を隠した。男は足場を選びながらゆっくり歩いてくる、あたりが静かなので、身動きをしても気づかれるに違いない。誰だか確かめてやりたい。という激しい誘惑を抑えながら、厚尾は辛抱を強く男の強すぎるのを待った。 そして黒い街灯の頭巾が、全く足の彼方へ見えなくなるのを見定めて、沼のヘリを例の裸岩の型へと進んでいった。それは半分沼の中へ突き出た素面岩で、高さ12フィート余りのちょうど巨人が横伏したような格好をしている。厚尾はその岩へ登って、さっき男の姿の見えなくなった辺を覗いてみた。すると岩の影になったところに、 人がしゃがんで入れるほどのホラー穴のあるのを発見した。ははあ、ヤはここへ入ったのだな。つぶやきながら、身をかがめて入ろうとしたとき、洞窟の入り口のところに、妙な黄色い子がいっぱい落ちているのを見つけた。何だろう、と指につけて拾ってみた、それは異様の粉末のようなものだった。厚尾は指でつぶしたり、匂いを嗅いだりしていたが、不意に。 閉めた。わかったぞ外事。と大きく叫んだ。そしてホラー穴の中へ入っていった。中は畳四常敷ぐらいの広さで、天井も高く、下には古いわらくずがいっぱい散乱していたし、おまけに鼻をつくような悪臭がむっと立ち込めていた。何もかも思った通りだ。呪いの記録、音量のうめき声、鬼火。立派な道具立てだ。 杉の原家を全滅させて、それで。厚尾はそこまでつぶやいて旗と目した。何か物の,のうごめく気配がする。まだ誰かいるぞ。ぎょっとして一歩尻ぞき、マッチを取り出して吸った。パッと光がホラー穴の指壁を照らした、見ると。奥の方に誰か倒れているものがある。誰だ、誰だ。厚尾が叫ぶと、倒れている人影がゆらりと身動きをして。 助けて、助けて。千代だけは、千代だけは触らないで。と苦しげにうめえた。あ、外事。厚尾は仰天して駆け寄った。そして二本目のマッチを吸って覗き込んだ。やっぱり、母さん。絶叫しながら厚尾は抱きついた。驚くべし、ホラー穴の奥に倒れていたのは、鬼火のために殺生屋へ引き込まれたと信じられていた厚尾たちの母親であった。 聞き一発。母親は後ろ手に縛られていた、厚尾は手早く縄を切って抱え起こし。母さん、厚尾です、厚尾です。と耳へ口を当てて呼んだ。母親はその声をようやく聞きつけたと見え、おおと身を震わしたが、は、早く、千代子を助けて、母さんは構わない千代子を助けて。ともつれる下で叫ぶや、 そのまま厚生の腕の中へ気絶してしまった。厚尾には母の言葉が雷のように響いた。千代子、そうだ、千代子は吉井村の友達を訪ねて夕方帰ると言った。奴はその途中を、狙うに違いない、しまった。厚尾はガバッと羽を切るや、気絶している母を抱き上げげてホラー穴を出る。もうあとは夢中で足を踏み倒し幹木を押し分けて街道へ出た。 そこから二三町西に小作人の村田四次郎の家がある。気絶した母を抱いたままぬかるみに何度も足を取られながら、ただ視力を尽くして走りに走った厚尾は、ようやくのことで村田の家へたどり着くと。四次郎、開けてくれ、僕だ、厚尾だ。と雨戸も割れよと叩いた。村田四次郎は大男の予備軍装で、満州事変の時には出生軍に加わり、 素晴らしい働きをして勲章を排除した村一番の豪胆者だった。おでは若旦那じゃありませんか、どうなすったんで。おや、それは奥様ですね。訳は後で話す。母さんを預けるから、すぐ医者を呼んで手当てをしてくれ。それから馬はあるか。引いてこましょう。四次郎は母親を抱え取って奥へ運ぶと、馬やから手早く馬を引き出してきた。 厚尾は猟銃の安全錠を外し、ひらり馬にまたがると。後で会おう、母さんを頼むぞ。と言い捨てざま、馬服を蹴って北へと、疾風のように駆け出した。街道を回ったのでは間に合わないと思ったから、道を外れて藪ヶ丘をシャニムに乗り越え、ヒノキの植林地を横断して吉井村と杉野原村をつなぐ街道へ出た。それをさらに南へ十丁余り。 馬を煽り煽り行くと、向こうから。あ、助けて。凄まじい悲鳴が聞こえてくる。チー位高だ。と直感した厚尾が、まっしぐらに乗り付けて行くと、道の上に一台の馬車が止まっており、その周囲を大きな青白い火の玉が恐ろしい速さでくるくると舞い狂っている。鬼火だ、摂生屋の鬼火が現れたのだ。助けて、エッコ 馬車の中から聞こえる悲鳴はまさに千代子の声だ。うぬ、鬼火め。厚尾は手綱を絞って馬を止めると、舞い狂っている鬼火を狙って続けざまに撃った。ダーン、ダーン、ダーン。銃声は柏の林にこだました、そしてギャギャギャン外事という、ゾッとするような方向が聞こえたと見る間に、今まで恐ろしい速さで回っていた鬼火が、ピたりと地上へ動かなくなった。 厚生はさらにそれを狙って散髪、十分に射止めておいて馬車へ錠付けた。馬車の中には千代子が、ほとんど半分気を失っていたが、厚生が近寄って。千代子もう大丈夫だぞ。と呼びかけるや。まあお兄様。と叫びながら、狂ったように兄の体へ飛びついてきた。怖い、鬼火が、鬼火が。大丈夫だよ。 おにびはもう僕が片付けたよ。母さんも無事だったんだ。もう何も心配することはないよ。英外寺母さんが生きて。そうなんだ。何も彼もすぐ変がつくよ。ご覧、お前の怖がっていたおにびはそこに転がっているよ。厚尾の指さした女を見ると、一頭の大きな犬のような獣が死んでいた。まあ、なんですのぜ。狼を鳴らしたやつさ。 だって毛が青白く光っているのは、夜光剤だ。闇の中で輪行を発する薬剤が塗ってあるんだよ。恐怖に目のくらんでいるものにはぜが鬼火に見えたんだよ。そう言って厚尾は愉快そうに笑った。明る朝、昨日の雨に引き換えて、すっきりと晴れ上がった空を見ながら、洋館のベランダで厚尾と千代子が話していた。秘密を解く鍵を与えてくれたのは、 あの呪いの記録を書いた紙なんだ。あの紙はいかにも古びているが、透かしてみると腰込みの字があった。それがなんと、土佐西原。昭和道という字じゃないか、つまり昭和になって透いた紙なんだ。だから現氏おじさんが土蔵の中から古く伝わっていたのを探せ出したというのは嘘で、実は最近こしらえて古いように手入れをしたのさ。 どうしてそんなことをしたの伝説を信じさせるためと、自分の犯罪をカムフラージするためだ。70年目ごとに主が復活するという記録があれば、自分は疑われずに済むからな。なぜそんなことを託なんだかって、まだ君にはわからないのか。一言で言えば杉の原家の財産が欲しかったからさ、我々を全部やっつけて、杉の原家を自分のものにするつもりだったんだ。 しかしうまく考えたよ。摂政屋の伝説を利用して狼を鳴らし、経営や工材を塗って鬼火に仕立てるなんか馬鹿じゃできないことだ。それも自分の家へ飼っておいては発見される恐れがあるから、人の近寄らない摂政屋の裸会話に隠しておき、必要に応じて使ったところはあっぱれだ。僕はしかし、ホラー穴の入り口で黄色い子を拾ったとき、 それが夜行剤だと知って大体の見当がついたんだ。でもよく母さん殺されなかったわね。いかに悪人でも、義理の姉を手にかけることはできないさ、あのホラー穴の中で飢え死にさせてから、そこなし沼へ沈めるつもりだったのだろう。夕べ狼を引き出しに行った時、母さんにこれからチーコをやっつけに出かけるんだと口を滑らしたのがこっちには幸せで、危うく君が助かったんだ。 まあ、なんて恐ろしい人でしょう。何昔からあの人にはそんなところがあったよ、ただ。と言いかけたとき、庭先へ平蔵老人が入ってきて、帽子を差し出しながら言った。若旦那様、いくら探しても西の旦那は見つかりますしね。この帽子が底なし沼に浮い取りましたから、ことによるとあそこへ。そうだ、それで良いんだ。厚尾は頷いていた。 あそこがおじさんに一番ふさわしいお墓だよ。神よ、あの人の魂に平安あれ。定本。山本周五郎探偵小説全集第一巻少年探偵。春田竜介、作品者。2007、平成19、年10月15日第一ずり発行。定本の親本。新少年。1937、昭和12、年9月。 初出、新少年、1937、昭和12年9月。定本は、物を数える際や地名などに用いる。が、句点番号5-86を大ぶりに作っています。呪いと、種、かけると、かけの混在は、底本通りです。入力、特定非営利活動法人春風、構成。 吉本のりよ。2022年7月27日作成。青空文庫作成ファイル。このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫、https コロンスラッシュスラッシュ www.auzera.gr.jp スラッシュで作られました。入力、構成、制作に当たったのは、ボランティアの皆さんです。